てんの？早くいらっしゃいよ。うん、あ、香織、どうしたの？香織、香織、香織。はい、わかりました。では天城隊員を急行させます。輸血ですか？うん、若い娘が担ぎ込まれたそうだ。君の血液を必要として行ってやってくれ。はダン。は患者の容体に不審な点があると言っている。一応調べてみてくれ。はい、行こう。いや、助かりました。特殊な血液型なもんですからね、急患の時に困るんです。いつでも呼んでください。いや、よろしく。ところで病名は何ですか？あ、それがどうも血液中の血小板が急激に減っていることは確かなんですがね、何が原因なのかさっぱりわからんのです。鼻の匂いを嗅いでいたんです。鼻の匂いを嗅いだ？ええ、すると急にヨロヨロっとして。待てよ、確かどこかで見たことがある。ですか？香織さんがいないんです。え、ベッドが空なんです。はい、わかりました。すぐ行きます。隊長。よし。そば、一緒に行け。は。やっぱりいないな。うん。手分けして探そう。よし。君は、あ、隊長。容体は？あ、後頭部をやられてます。しばらく安静が必要です、うん、申し訳ありません。犯人はやっぱり彼女なのか？間違いありません。私も首を絞められました、うん、それにしても意識不明の人間がどうやって地下室へ行ったんだ？何のために？隊長、地下室には輸血用の血液が保管してあります。血液？じゃあ血が欲しくって。隊長、見てください。頸静脈を狙った跡ですよ、ダン。どうしたんだ？この人が。信じられん。そうよ、隊長の言う通りよ。お、こんな美しい顔で血を吸うわけがない。きっと何か原因がある。よし、天城と香織さんを来て移そう。博士、一緒に来てください。お願いします。あ、かしこまりました。隊長、病気の原因が分かりましたよ、電子顕微鏡でやっと突き止めました。これです、
左は宇宙細菌ダリーです。宇宙細菌？ええ、そうです。血液中のフィブリノーゲンを食って生きてる恐ろしいやつですよ。うん、これが彼女の体内にいるわけか。隣は彼女の胸部写真ですが、肺の部分に作っているものと思われます。この細菌に血を吸い取られているのね。うん、こいつのために恐ろしい吸血鬼にされているんだ。するとこれは？これは宇宙細菌ダリーの卵の殻です。なるほど。香織さんはこれを美しい花弁だと思って口づけした。そうです。どうすれば退治できるんですか？あ、現代の医学ではおそらく。じゃあ一生。そんなバカなことがあっていいものか。古橋。はい。メディカルセンターを見てくれ。あ、隊長、異常ありません。よく眠っています。そうか、よく眠っているか。ええ、まさに眠れる森の美女。おそらく今夜は大丈夫でしょう。そうあってほしいな。彼女は宇宙の悪魔に呪われている。目を離すんじゃないぞ。あ、了解。香織さんが逃げたのか。ああ、よし、すぐ追跡しろ。はい。バンソガ、フラッシュに協力して彼女を探し出す。被害者が出るうちに保護するんだ。はい。アンヌ、はい、機内を見回ろう。はい。君は、香織さん、どこへ行くんだ。君には休養が必要なんだ。さあ帰りなさい。さあ帰りましょう。Thank you.
あれは何だ。こんな時間に回転木馬が動いている。よし、行ってみよう。追跡しましょう。よし。おい、どうした。香織さんです。仕方がない、食弾を撃て。よし。とにかく衰弱がひどい。このままだと生命の保証もしかねます。宇宙細菌を殺す方法はありませんか。今のところ。天城、大丈夫か。大丈夫です。それより彼女を治してやってくださいね。先生、お願いします。輸血が必要なら僕のいくらでもあげます。お願いします。隊長、一つだけ方法がある。ミクロ化して体内に潜り込むことだ。だがこれは非常に危険だ。人間の体とはいえども広大な宇宙とは変わりはない。いわば未知の世界だ。何が起こるかわからない。あの日ヒアンよ、未知の世界に挑むぞ。Thank you.
どうしたの？何にも覚えてないの？まあ、綺麗。あの、お会いしましたわ。どこかで。さあ。でも。ごめんなさい。行きましょう。